はい、こんばんは、小松純也です、3月29日、土曜日、大阪の引っ掛け橋の隣の橋です。なんだっけ、社会的な話をするやつ。なんか僕は正直なところ、三橋先生たちみたいにポジティブじゃないので、日本の国が良くなると思ってません。で、もし、なんだろう、どうすれば良くなるかっていう方法が僕の中に一つだけあるんですけど、まず、仕事すんの辛い人は全員仕事辞めて生活保護を受けましょうということで、多分最低賃金が上がることは、まあでもここまで来たら上がるだろうけど、物価の速度と円の下落の速度に勝てません。だから、本当にどうしなきゃいけないかっていうと、企業は自分たちが、従業員を養ってるっていう、自覚を持ち直すこと、そして政府はそもそも、何のために存在しているのか、まあ国民が飢えないために、国民の生命を守るためにのみ存在しているんですが、なぜかその政府が、自分たちのその国庫にお金を放り込むというわけのわからない状態になっているんで、それを直すために、世の中ひっくり返す方はただ一つ、収入少ないなって思ってる人は、生活保護を受けてください。生活保護を受けたら、さっきちょうどツイッターでタイムリーに、現役生活保護受給者の方がおっしゃってたんですが、月に14万円ぐらい働いてもらってる、手取りでもらってる人と、ほぼ同等プラス医療費の、負担なしが手に入ります。で、そうなった時に、まあ、いろんな時間ができるんですよね。で、時間ができたら、要はスキルを磨いたりとか、資格を取る勉強したりとか、本を読んだりとか、いろいろ次につなげる、時間が作れると思います。なんで、本当に、手取り収入15万円切ってる人、まあ、16万円切ってる人はもう、仕事を辞めて生活を受けた方がいいです。で、人生を一回見つめ直して、人生をもう一回組み立て直してください。これ本当にお願いです。これをたくさんの、今たくさん この国にいると言われている低賃金労働者の方々全員がやれば、これある意味ストライキであり、ある意味革命なんで、そうすることで、この世の中の価値観や世の中の経済、世の中の、ヒエラルキーが、ひっくり返ることになります。まあ多分どうせみんな言っても分かんないだろうけど、ということで、そういう話でした。また明日そういう話をします。